四。しかし、あなたという人は不思議な人だ。特石は、酔いのために軽くなった口ぶりで、口ひげをなめなめ言っていた。武蔵屋の神さんとのことも知ってるし、海石のことから平松町の豊島屋のこと、豊島屋で小金貸しをやらせていることまで知ってるんだから、まったくこっちは、 首の根を押さえられたような心持ちですぜ。そんなこと当たり前よ。おみのは、酒好きの酒を廃線に開けて彼に刺した。一生添い遂げる相手ですものを。女なら誰だってその人のことを知りたいと思うわ。ことに先生のような女にモテる方はね。その目だ。 と彼は言った。その殺し文句と今の目つきでいつもこっちは骨抜きにされてしまう、おみのさん。特席は杯きを持ったまま左手を伸ばしておみのは柔らかにその手を避け、ダメと睨んでかぶりを振ってひどい人だと彼は恨めしげに言った。 こんなに私をのぼせあがらせておいて、いざという時になると決まってすり抜けてしまう。私のことは根から葉まで探り出していながら、自分のことは何も打ち明けてくれない。居所さえ教えないんだから、一体あなたはどういう気持ちなんですただ私をからかっているだけなんですか 本当のことを言いましょうか。おみのは微笑しながら流し目で彼を見た。あたし今日はどうなってもいいつもりで来たんです。二階にもそのつもりで支度をするように頼んでおいたのよ。それが本当なら。いいえだめ。おみのはまたかぶりを振った。 先生は約束を守ってくださらなかったでしょうあんなに固い約束をしたのに、それを守ってくださらないとすれば、私だって考え直さなければなりませんわ。女にとっては一生のことですもの。そうじゃなくって、先生。不思議な人だ、あなたは。特席は手弱で飲んだ。 私にはわからない。あなたぐらいの年頃で金貸しに興味があるなんて聞いたこともない。私、先生のことが何もかも知りたいの。ただそれだけよ。それなら一緒になってから飽きるほど見られる。彼はまた手弱で飲んだ。何もこういう時に、 そんな色消しなものを見ることはないと思うがな。あら、あたし、お金は好きよ。おみのは彼に釈をしていった。こうして先生と会うのだって、あたしの自由になるお金があればこそでしょ。う先生もお医者でいながら料理茶屋をやらせ、宿屋と金貸しまでしていらっしゃる。 私と先生とは性が合っていると思うし、もし先生と一緒になることができたら、としまやの方は私がやらせていただくつもりでいるのよ。そのために証文を見たいというわけか。あるだけ全部ね、とおみのは言った。それで先生のことはすっかりわかるし、先生が 私を信じてくださるということもわかるわ。特席は禅の上にある海野の酒好きを見、彼女がまだ一口も飲んでいないということに気づいた。酒好きをさせば受けるが、酒は皆配線へ開けてしまう。これはうっかりするとこっちが潰れてしまうぞ、と彼は思った。よろしい。 わかりました。と彼は、口ひげを指の背で撫で、酔っていない証拠を見せようとして膝を正した。よくわかりました。あなたが本当にそのつもりなら、今度こそ必ず持ってきてご覧に入れます。そして突然、倒れるような身振りで、おみのの手を掴んだ。おみのは拒まなかった。 手を掴まれたまま体を反らせ。痛いわ、と眉をひそめながら立ち上がった。おみのさん、彼は伸び上がった。ここはいや、とおみのは囁いた。あたし、二階へ行ってます。本当だな、おみのは目で笑いかけた。 女中さんにそう言ったら来てちょうだい。まさかまた逃げるんじゃないだろうな。おみのは微笑しながら、つかまれている手をそっと話し、ゆったりとした歩きぶりで廊下へ出て行って。また逃げられたかな。彼は自分に言いながら感読くりを持って。いや。 そんなことはあるまい。今日はいつもと様子が違っていた。いくらなんでも今日こそは。カンどっくりには酒がなかった。特席はそれを置いて暖房に手を叩き、返事が聞こえないのでまた叩いたが、その動作で座った体がぐらっと傾き、倒れそうになって左手をついた。おい。 戦場だぞ。彼は自分に言った。しっかりしろ、特石。ここは関ヶ原だぞ。これから一戦始まるんだぞ。しっかりしろ。若い女中が酒を持ってき、少し間を置いておときが来た。特石は手酌で飲んでいたが、おときが座ろうとすると手を振った。 言うにゃおぶだ。わかってる。と彼は手を振りながら言った。二階の支度ができたんだろう。わかってるよ。二階へいらっしゃるんですかいらっしゃるかって呼びに来たんじゃないのかおときは感とっくりを持ち、口へ手を当てて笑いながら尺をした。ごめんなさい。 お連れ様ならお帰りになりましたわ。特きの手が尺をされた酒月を持ったまま動かなくなった。いけませんよ、とおきが言った。あんな若いお綺麗なお嬢様を口説いたりなすっては罪ですよ、先生。帰ったって本当に帰ったのか 約束を守ってくださらないからって、と言いながらおときは、おみのの酒を取って、冷えてしまった酒を飲み、その酒を差し出しながら言った。一つくださらない特席は自分のを飲み、おときに釈をしてあった。この次に知らせてきたとき、もし約束を守ってくださらなかったら、 と、おときが言った。もう二度とお目にはかかりませんって、そう申し上げてくれとおっしゃってましたわ。ギャフンだな。と彼は言った。ざまあね、いい面の皮だ。あんなにお若くておきれいでいて、ずいぶんしっかりしていらっしゃるのね。と、おときは、 彼に逆きをさしながら言った。昨日ここへ初めてお見えになった時も、十五六の小間遣いらしい女の子を連れていらっしったけれど、ご自分でははっきりおっしゃるんですよ。二階の静かな座敷がいい。お酒の後で休むからその支度もするようにって。 こんなおばあちゃんのあたしたちでさえ言いにくいことをはっきりおっしゃるんですもの。みんな後で顔を見合わせちまいましたわ。ギャフンだ。と彼は酒好きの酒をあおって。舞、ま、うてもなしだ。このうちは馴染みなのか。い,いえ、今も言う通り昨日が初めてですよ。 大きいのにしよう。彼は汁案の蓋を取って。今日は酔ってくれるぞ。誰かお呼びしましょうか。おときと言ったな。彼は逆月をお時に与えて。お前が気に入った。よければお前に相手をしてもらおう。あのお嬢さんに叱られますよ。 あれは魔性のものだ。特跡は自分で思うより酔っていた。今日こそおみのをものにしようと考え、そのために飲み出した酒が逆に彼の力を奪った。酔っていなければ逃がしはしない。必ずものにしたところだ。そう思うと、おみのにも自分にも腹立たしくなり、 いに任せて上手になった。あの娘は魔物だ。と彼は言った。初めて会ったのは半年前。今が10月だから5月のことだろう。駒遣いを連れて診察を頼みに来た。私は京橋で医者をしているんだがね。おつむを拝見すればわかりますわ。 ついでくれ。彼は腕の蓋を差し出した。胸が痛むから見てくれと言って、こっちが何も言わないうちに、くるっと勇ましく肌脱ぎになった。もろ肌脱ぎだ。いや、その美しいこと。女の肌は見慣れてるが、あんなに美しい胸を見たのは初めてだ。 俗にメクラジチという乳首の出ていない薄いカバ色の乳雲だけの小さいけれど固く張り切った乳房からきめの細かな涼しのように青みを帯びた白い滑らかな肌。丸く小さな肩やくびれている細腰などを特石は興奮した口ぶりで手真似をしながら詳しく語った。 はい、お口の周り。おときは、懐紙を出して彼に渡した。およだが出てますよ。病気なんかなかった。彼は紙を受け取っていった。どこにも悪いところなんかなかったが、それっきりになるのが惜しいから、様子を見ようと言った。四五日通ってきてくれと言うと、 薬霊を置いて帰った。後で開けてみたら金二両。彼はびっくりした。名は美乃。年は十八と聞いただけで、住所も家の商売も言わなかった。よほど大家の娘だろう。もう来ないのではないかと思ったが、中一日置いて、 小引町の清川という料理茶屋から迎えが来た。先日のお礼に一口差し上げたいからという。行ってみるとお美野で、三の禅のついた贅沢な料理で酒を逸送された。海美野は小間遣いも女中も遠ざけ、自分で彼に給仕しながら、生めかしく彼の気をそそった。 ははあ、俺に気があるな、と彼は思い。だが相手は大化の娘らしいので、その時はさりげなく受け流した。それから今日までに半年の間に十二三遍もあったろうか、と彼は言った。会うたびにだんだん色っぽくなり、今にも落ちそうな様子を見せるんだが、 きわどいところでするっと逃げてしまう。するっと。特跡は手で一種の動作をしてみせた。五。住まいや家の商売のことは決して話さない。会う時はおみのの方から知らせてくるし、場所はいつも一流の茶屋で、費用も一度として彼に払わせたことがない。 使った金は五十両に近いだろう。彼はすっかりのぼせあがってしまった。あの通りの器量で金がふんだんにあって、おまけに触れなばおちんという風情で持ちかけられるんだ。これでのぼせ上がらなければ男じゃない。そうだろう。なんだか馬かされてるみたいような。 いっそ気味の悪い話じゃありませんか。これがもしばかされてるんなら、と彼は酒を煽って言った。生涯化かされたままでいたいようなもんだ。その辺で頭の芯まで酔いが回ったらしい。恐ろしく熱を上げて喋ったあげく、酔いつぶれて横になった。 無論吉田屋のその座敷で潰れたものと思っていたが、目を覚ましてみると、水谷町の自分の家で夜はすっかり明けていた。いつどうして帰ったか酔いつぶれてからの記憶は全くない。枕元に折り爪や手下げや財布、花紙などが置いてあり、調べてみると手下げの中の財布も 持って出た時のままで異常はなかった。不思議な娘だ。頭の痛みに顔をしかめながら彼は口の中で呟いて。約束を守らなかったので怒ったはずだが、それでも感情は払い、土産の檻まで持たせたのか。よほどよなれた年までも、 こういうことはできないだろう。彼は祝水の重い気分の中で嬉しさのあまりゾクゾクした。三十八にもなるし、女には飽きるほど慣れているのに、今自分が嬉しくってゾクゾクしているということを彼は正直に認めた。その日は治療に来る病人も少なく、 昼近い自分に朝食を食べると、特席は病科を見舞いに行くと言って、平松町の豊島屋へ出かけた。豊島屋は旅館で、門七という男に経営させている。始めてから五年、座敷の数は七つしかないが、客種がよく繁盛するので、今建増しをしているところであった。 しかし、宿屋だけが商売ではなく、彼は門七に金貸しもやらせていた。水谷町で同棲しているお国にもそうであるが、門七もまた徳田関順という本堂婦人科の医者の家で下男をしていた。徳関は徳田家で修行しているうち、門七の人柄に目をつけ、 五年前に豊島屋を買ったとき、徳田家から引き抜いて経営を任せて。彼が見込んだ通り、門七はなかなか切れる男で、二年と経たないうちに資金を回収した。徳関はそこで、金を遊ばせておく手はないと考え、門七に相談して、ひなし貸しをやらせてみたが、 これもまず順当に儲けを上げ、現在では貸金の総額が120両余りになっていたもちろん木梨の方を主にしているが問屋町が近いので去年から30日元の時貸しもするようになった <music>